ゲストで今日は大島てるさんをご会場いただいてますので、ぜひ拍手でお迎えください。今日は俳優の日替わりで一人ずつちょっと一緒にやらせていただいて、今日は出演の森隼人さんが一緒にやってくださいます。よろしくお願いします。今日ありがとうございます。なんか急なコパを、いや、もちろんありがとうございます。だいぶいろんなことをお話ししたかったんですけど、はい、あ、すみません。はい、普段、大島さんはこう、はい、お芝居とかって、はい、ご覧になりますか？そうですね、皆さんの方がご覧になってると思うんですけども、ただ全く見に行かないというわけでもなくて、昨年も歌舞伎観劇に行きましたし、はい、ゼロではないという程度かなと思います。はい、歌舞伎はお好きなんですか？付き合いで、はい、今日、ね、幽霊が乗るタクシーということで、はい、まあ、なぜその大島さんにお話ししたかったかというと、はい、やっぱり僕もその大島てるってあのサイトをすごく思い出したように、たまに見ると、はい、でどんな時見るかというと、知らない時に街に行った時とかに、それなんか事故物件を探したいから見るというよりは、はい、何かそのすごく街っていうものが、なんか Google マップとか、はい、地図とかいろんな形の地図から街が見えてくるってあると思うんですけど、はい、あれやっぱこうどんな場所でどういう亡くなり方をしてきた、まあ、事件のことも書かれてますし、はい、そのサイト自体がなんかすごくこうその街を知る時のなんか一つの見え方として、はい、想像力をかき立てられるというか、そんなこともちょっとよく見させていただいて、ありがとうございます。はい、その人のこういう、なんでしょう、幽霊というか、はい、僕はその今回の作品はすごくこう、なんでしょう、こういうことをやってもいいのかなという、はい、というか、未だにその罪悪感というものはすごく抱えつつも、はい、やっぱり知り合いの子をつけて石巻と出会って、その中でこう知り合った方が風化していくってことに対して何か記憶を留めたりしっていうお話もここで聞いて、何かそのパフォーマンスや映像でできることないだろうかと考えた時に、こういう作品の形態を思いついたというところなんですが、はい、幽霊とかそういったものに、死者みたいなものに対する捉え方っていうのは、はい、大島さんどんなふうにお考えなのかなって、はい、すいません、ちょっと先ほどの話なんですけども、ご存じない方のために自己紹介させていただきますと、事故物件と言われる人が、まあ、一言で言えば人が亡くなった不動産をインターネット上で公開する、そういうウェブサイトを運営しておりまして、確かにこういうその興味が重なるという意味ではあると思うんですけれども、私自身は特にそのオカルトマニアとかその幽霊心霊スポットが好きとかそういう人間ではなかったというところがありまして、それからさらにそのさっきもお話に出てきたように、そもそも舞台鑑賞とかを焼酎してるわけではないというところもあるんですけれども、まあ、こういうお話があって、要するに楽しませていただきまして、で映画等も含めて東日本大震災を題材にしたものは私は初めて拝見しました、今回。はい、でこのホテルっていいのかなというお話がありましたけども、私は、まあ、その知的障害者の描写にかなりショックを受けましたし、そっちの方もよっぽど際どいかなというところだったんですけど、まあ、幽霊の方に話を戻しますと、私自身は幽霊を見たことは今のところなくて、ただ見てみたいという気持ちはありますね。で、
劇中にもありましたように、その脳の作用だという解釈はかなり多くの人に共有されているもので、まあ、一言で言えばこのあいつは頭おかしいから見えるなって霊感があるなって言ってるだけだっていうふうに片付けられることはよくありまして、ただ私はその自分が見たことないものイコール世の中に存在しないものと言い切るのは非常におこがましい態度だと思っておりまして、私も含めて見たことはないんですけど、だから世の中にないというのはあまりにこう短絡的な飛躍だと、あなたは見たことある、私はまだ見たことない、ただそれだけかなというふうに思っています。それが私のスタンスですね。で、結論としてはまだ見たことはなくて、今日帰りに初めてお目にかかるかもしれないなというような、そういうオープンな態度で日々過ごしています。で、なるほどなと思ったのは、その女性と子供、弱い人が、幽霊としてイメージされるというのは本当にそう思います。私の場合はですね、実はその最初そうなのと思ったのはですね、私のイメージする幽霊というのは、まあ、ちょっと古いかもしれないですけど落ち武者だったので、はい、みんな女性なんだ、デカい霊だと子供だと思ったんですけども、弱い人だと言われて、つまりその負けた人が出てくるっていう、その勝った方は徳川家康とか別に幽霊なんて出てこないわけですから、その弱い人が出てくるっていうのはなるほどなというふうに思いました。大島テルさん、サイトが事故物件のこう、はい、表示するサイトだと思うんですが、はい、そのなぜあれをこれだけこう多くの人があのサイト存在を知っていると思うんですが、そのサイトを見る理由として、はい、一番大きい理由というのはどんなこうニーズに結びついているか。まあ、今は季節柄そのやっぱり引っ越しシーズンということがあって、その引っ越し先を探す、つまりその先ほどその地方へ行かれるときにご覧くださるということだったんですけども、その例えば通り魔で亡くなったとか殺されたとか、あるいはその交通事故で亡くなっちゃった、そういうのは全部その掲載対象外ということで載ってないんですよ。まあ載せることはできるんですけど、事後的に削除すると。あくまでもアパート、マンションの一戸建て、ホテルとか、まあこういう施設の中での話ということなので、その直接的に治安の良さが分かるわけではないですし、全ての事件事故を網羅されてるわけではないですけども、まあこれから住む、あるいは泊まる場所の過去を知りたい、その正確な場所を知りたいというところが私の考えている本来の利用方法ですし、ただ実際にはその近所の、何かこう心霊スポット的な感覚でどこが現場だろうかということで、その野次馬的に見られているということもあるのかなと思いますけど、今回石巻で俳優の皆さんと滞在をしながらいろんな方にお話しして聞きに行って、で私もまあ身近な友人がこう、まあ、自ら命を絶って亡くなったというところから、その死者との対話をどうしていけばいいんだろうなと悩んでた時期に、まあ、その幽霊が東北でこう出ると、そのタクシードライバーの方の目撃談が相次いでいるという話を伺って、すごく興味を持って、そのどんなふうにこう関わっていくんだろうというところから行き始めて、はい、通い始めてお話を聞かせてもらうようになってたんですが、その行く過程で何かその今日の最後の時計の音が鳴るっていう女性の方もおっしゃってたんですが、幽霊は全然怖くない、はい、こう、まあ、未だにもう一緒に私は生きてるし、その音が鳴るたびに思い出す、怖い存在ではないんだなっていうのを、はい、その、まあ、震災のこの私たちが出会ったご遺族の方がそのような考え方をされているので、そういうこう新鮮なこう幽霊に対する関わり方の、はい、一つの在り方を見たような気がしまして、私もそう思いました。その身内とその会ってない別れ方をしてしまったのであれば確かにそう思うんでしょうし、ただ怖いと思う人は、まあ、全く知らない人間が化けて出
いうことなんだろうなと思いますし、そのあくまでも生きてる側が、まあ、お葬式とかも含めてですけども、その生きてる側が自分の気持ちをどう整理するかというそういう、まあ、手続きというかステップですから、その完全にもう死んだ人のことをどうでもいいと思うようになったら幽霊として見ないでしょうし、まあ、あと私は逆に考えているのは、その、まあ、その同化と呼ばれる呼ばれ方をするわけですけど、完全にその事故と一体化すると、もうその対象として幽霊出てるとかじゃなくて、もう自分と一体化すると、そうするともうその死んじゃった身内の死を乗り越えてる最終形態があるというふうに解釈してます。あ、つまりそのどう、ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、親が死んじゃって悲しいという気持ちが最初あって、それでまあ親の幽霊でもいいから会いたいっていうことがあったとして、でもまあ、まあ完全にどうでもよくなったら見ないっていうのが一つですけども、その自分の体と一体化することによっても、その外に幽霊としては見なくなるというのが一つの答えかなと思っています。友人の場合はちょっとまたどうなるかわからないんですけれども。はい、そうですね、先ほど、はい、サイトをご覧になる方の中で、こうどこが心霊スポットなのかなというのを野獣的に見られる方もいらっしゃるっておっしゃったと思うんですけど、はい、大島さん的には、はい、なんかこうご自身のサイトでこういう使い方をしてほしいなみたいな思いっていうのはあるんですか、ね。まあ、その本来的にはですね、その、まあ、ちょっと話し始めるとなくなってしまうんですけども、さっきちょうどその劇中に刃物のシーンが出てきましたけれども、その包丁を使って人を刺すこともできるし、料理することもできるわけで、その道具は本来中立で、それをどう使うかは、まあ、個々人次第だと。まあ、火だってそうですけど、料理温まることもできますし、硬化することもできるということで、まあ、私もこのサイトに関してはその、まあ、どう使うかは個々人皆さん次第で、まあ、中立な道具として提供するというだけでして、私がこう使うなとかこう使えとか上から目線で何か言うつもりはないです。ただ現実に使い方次第によっては使いづらいとかいうことはありまして、例えばその事故物件に住むために安いんでしょうということで事故物件をあえて探している方がいるんですけども、じゃあその住まっているサイトを見ながら事故物件を住める事故物件を安く住める事故物件を探せるかというと、実はそれは、そういうふうに特化して作られているわけではないので使いにくい。家賃も持ってなければもうその入居済みかもしれないしと、ですから結果的にはその避ける方の人にとって利便性が高いのかなというふうに思います。でそれは私がそう設計したということではなくて、まあ、結果的にそうなっているというだけですけど。ありがとうございます。僕も相当昔から大島さんのサイトの存在は知ってたんですけど、ちょっと覗くのが今になってなんでなのかってよくわからないんですけど、ちょっと怖いなっていう思いがあって、まあ、今回トークもあることだったんで、はい、数日前に改めて見させていただいたんですけど、ちょっとやっぱり自分の家の周りっていうのはどうしても見えなくてでも中には多分いらっしゃると思うんですよね。実際住んでて、はい、興味本位で見てみたらバッチリ乗ってるじゃないかっていう方もいらっしゃったと思うんですけど、なんかこう、まあ、幽霊でないにしろその亡くなった、まあ、時間は違うけど場所を同じくしているっていう、その何て言ったらいいのか、その死者との付き合い方みたいなのって、はい、なんかあるんですかね。どうなんですかね。そこは私は今回のテーマとの絡みで言うとですね、その、まあ、そのどう使うかは皆さん次第と申し上げましたけれども、まあ、根本的には私はその隠されているもの、隠蔽されたものを晒す、暴くと
というところに意義があると感じておりまして、まあ、そのちらっと、ね、メディアというセリフもさっき出てきましたけれども、やっぱりそのただ出たがってる人を放送したりするだけでしたら、それはただ宣伝に過ぎないのではないかと。誰かにとって嫌なことをでもその不都合な真実を送ることに意義があると私は考えているので、そういう意味で言うとその、まあ、その週刊文春的な話になるわけですけれども、その政治家とかもそうですし、その大家さん不動産屋さんが本来買う人買う人に伝えなければいけない過去の嫌がられかねない殺人事件とか自殺の情報をちゃんと次に住む人に告げてるのかということを、それをやってないんであればその一助になりたいという趣旨、それが私の個人的な動機としてはあったわけで、となるとその東日本大震災に関しては、これはそのかつての広島の原爆とか長崎あるいは沖縄の地上戦と同様で、知らない人はいないわけですよ、まあ、よっぽど不勉強な人でなければですね。で、知らない人がいないものをわざわざサイトに載せる必要はないわけですし、まあ、何も特に意味はないんじゃないのかなと私は考えているので、それがそのサイト上にそのものすごく有名なでも、掲載の趣旨を満たさないものが載ってない理由の一つなんですね。ですから、そこはやっぱりちょっと単純にその市全般に私が専門家であるということではなくて、あくまでもその誰かが隠蔽している本来公開しなければいけないもの、そこをそのほじくり出すと、そういう作業ということになるので、まあ、さっき政府にもありましたように、その何の権利があって取材するんだみたいな、そういう嫌がられるっていうのは非常に私もよくわかりますし、はい、出たがってる人を出すということではない、ファッション誌とかとは違うっていうことになりますね。なんかその僕もマニマのお話のつながりでいくと、僕も太田さんと実際一緒に取材に行って、はい、こう地元の方々に取材をしていく中で、まあ、隠蔽されてるわけではないんですけど、本人が表に出したくないって思っていることに、まあ、偶然当たってしまうこともやっぱりあるんですね、はい、どなたがどういう過去を持ってるかっていうのも分からなかったので、なんかそういうことがあった時に、まあ、すごいお話聞けてよかったなって思う方もいれば、なんで俺話しかけちゃったんだろうって悪いことしちゃったなって思うこともあったりして、なんかその辺ってもう割り切ってらっしゃるってことなんですかね。掲載の条件があって、それに当てはまるのも載せるっていう、まあその、まあ何人を全員をその誰一人傷つけないとか、全員にその賛同してもらえるというのはそもそも無理だと、私の活動に限らずですね、今日の芝居も含めてですね、そういうものだと私はそもそも捉えてますので、賛否両論あって当然だと、まあ、そういうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。で、まあ、個人的な感想なんですけど、今日思ったのはですね、私のその活動サイト運営に関するその批判反応のうちの一つとして、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、一つがですね、まあ、非常にそう皆さんにとっては違和感があると思うんですけれども、いや結構あるんですが、まあ、もちろんそのこんなことしていいと思ってるのかとか、その遺族がどう思うか考えたことがあるのかとか、まあ、そういうのは置いておいてですね、その幽霊なんかいるはずないとかいう、そのバカバカしいと、その人が死んだ物件を嫌がるなんてアホらしいみたいな反応が結構ありまして、でそれはその先ほどの映像にもありましたように、幽霊自体が怖くない身内ならという立場もあるわけですから、まあ、そこまでは納得できるんですよ。ただその先が非常に自然不思議で、私にとってはそのどこどこで幽霊を見たとか言うんであれば、東日本大震災であんなに大勢亡くなったじゃないかと、
それなのに東北で幽霊を見たなんて話全然聞かないじゃないかみたいなことを平気で言う人がいるんですよ。つまりその東北地方で、ここ数年間幽霊を目撃情報がたくさんあるということ自体があんまり知られてないなというふうに私は思います。あの何でかわからないですけど、私も別にこれをもっと広く周知させようというつもりはないですけども、その実際その、まあ、その脳がおかしいとかいうことはあるかもしれないですけども、その見たっていう人がいないじゃないかとか、広島の原爆の後見たっていう人がいないじゃないかみたいなことを不勉強なままこうネット上にコメントする、書き込みしちゃう人が大勢いるっていうことに結構びっくりしてます。あの今回 どうでしたか、そのそもそもその目撃談があるっていうことがあって行かれたわけですよね。それはその太田さんにとってはどのぐらいあの当たり前の話というか、そのへえっていうことだったんですか、それともあの目撃情報あってしかるべきだと考えたんですか。僕がきっかけはあの、はい、東北学院大学の、はい、あ吉田先生、はい、今日いらっしゃってますかね、関係の方、はい、はい、今日いらっしゃいますか、帰っちゃったかな、はい、今日じゃなかったらいいじゃないですか、はい、来てくださる方になって、はい、その方 その霊性の震災学という本があって、はい、大学生の皆さんが書かれた中に、はい、まあ、タクシードライバーの通う街っていう、こうパート第1章で、はい、そのドライバーの方のこういろんな話を聞いた、まあ、論文が、はい、卒業論文の一つで、はい、ありますね、はい、それがすごくあの面白くて、あのなんかこういう視点からその社会学の、まあ、ゼミだったようなんですけど、そのこの視点からこう災害と向き合ってて、人の話をこう聞いて、それを残していくっていうところから、まあ、その、まあ、本を読んだ時に、まあ、僕もちょっとこう興味があった、自分でも行ってみようとか、実際行ってみたら、ところがその女子大生はあの会ったことないっていうドライバー、片っ端から僕らもいろんな方に聞いたんですけど、なんかいろいろとその論文が書かれたっていうことをこう本の中で描かれているドライバーさんがなかなかあのお話聞くのも難しかったりとか、実際噂話が結構先行していて、あの実際本当にそういう体験されたっていう方は本当にすごく少なかった感じがありました。あ、うん、でもそういう、こう噂でも何でもやっぱりこう途中からでも本当幽霊を見ましたかっていう、こう質問自体がもう自分で自分がバカバカしくなってくるというか、やっぱりもうそんなの当たり前というか、道だったり本当にこう亡くなっている状況の中で、そのことをやっぱ自分たちは外から言って聞いてる愚かさみたいなことを自覚するようになり、まあ、そこからちょっと何ができるかっていうところで、その幽霊、亡くなった方で自分がもっとこう会いたいなと思った方をこう想像していく、そうです、はい、っていうことをやってみようかなと。もしかしたら何か後悔をされていることもあるかもしれない。そうです、特に最後の一言とか、はい、最後のやり取りがいつまでも悔やまれます、ね、それはでも本当に死者の方には申し訳ないですけど、もしかしたらデスポのことかもしれないんで、うん、それは正しいことをやってるとは分かんない状態では今まであるんですけど、でもちょっとやらざるを得ないかったというか、まあ、本当にこう普段、まあ、テレビ番組とか作ってると、どうしてもやっぱ数字資料主義で、こうそのもう何でしょうね、震災の番組とかっていうのも何か噴火しているかというか、なかなかこ もう今はまた違うものをこう言うべきだと。で、まあ、復興が進んでるとは言っても、いまだにやっぱ心の復興っていう意味では全然こう進んでない現実にも当たりにして、それは
まあ、数字が部分とかでもなく、なんか出会ったものとか聞いた話をこう大事にしたいっていうところから、まあ、あの今回こういうパフォーマンスという形態で、まあ、映像とちょっと組み合わせてやってみようかなというところで、幽霊っていう意味もこう、まあ、テレビ番組とかこうメディアでもう文字がベースのメディアになるとやっぱ当たり前のように幽霊っていう前提となる価値観があるんですけど、その前提から疑ってみたいというところで、あのハイドロブラストっていうこのユニット名は道路の規制線を、まあ、消すあの装置が、水を吹きかけるとあの道路の規制線が消えるらしいんですけど、その装置がハイドロブラストという、でまあ、その名前を付けたのはやっぱそういう当たり前となっているこう価値観を疑っていきたいというところから、で今回まず幽霊というところがそのあまりに消費の対象として傾きすぎているんじゃないかということもあって、まあ、新しい意味付けをこう書き換えたというか加えたみたいなのですが、その辺島さんとしては何か感じていますか？まあ、はっきり言ってしまうと生きてる側遺族のためのものというふうに私はそもそも捉えてますので、あのおっしゃる通りだと思います。つまり今生きてる方がどう心を整理するかっていうそっちの話なんで、それが死者にとってあってどうであっても構わないと、我々が今後何十年も生きてるからいけないわけですから、それをいかにこう悶々とした日々を過ごさずに済むかっていう、そこが大事だと思ってますので、それが亡くなった人にとって俺はそんなこと望んでないとかいうことがあったとしても別に構わないかなと思いますし、はい、あの我々が後悔とか亡くなったらもう見なくなるでしょうし、幽霊とか、はい、そういうふうに思ってます。先ほど落ち武者が、はい、お話に出てたんですが、その幽霊の何でしょうね、その事故物件といったらやっぱり事故物件じゃない場所の方が、まあ、病院だってそこら中にありますし、はい、まあ、もう乗せ出したらキリがないといいますか、この人が亡くなった場所をもう点で打っていったら、はい、多分それが人類のこう歴史を遡ったり出してもう点で埋まるんじゃないかっていうようなことも考えたりして、そうですね、ただそれも含めてやっぱり実際にやってみないとわからないところがあって、その頭でっかちに何か行動する前にそうに違いないと思って、でも世の中のいろいろなアイデアとかサービスとか製品っていうのはみんながそう思ってるけども、まあ、じゃあちょっと実際やってみようかと言ってやってみて思ってたのと違う結果が出てきたりするっていうことが往々にしてありますので、この、まあ、逆に誰一人亡くなってない土地っていうのが実はあったりするかもしれないわけで、そういったことが後から浮かび上がるかもしれないという思いで運営しています。あとやっぱりあの濃淡濃い淡い場があって、繰り返し人が亡くなっている場所と、まあ、一人亡くなったけど、それだけっていうものもあるはずなんですよ。ですからそういったこともやっぱり事後的に活動を続けた後振り返って分かることなので、こうに違いないからやる意味ないだろうというふうにブレーキをかけてもしょうがないかなと思います。今後の何かサイトの展開とか、こう何か新しいアイデアみたいなことっていうのは、そうですね、あのまあまあ、今回の趣旨から離れてしまいますけど、まあ、根本的にそもそもの話として死自体に興味があるわけではなくて、あの今はありますけれども、そのスタート自体の動機としてですね、あのそういう動機で始めたわけではなかったので、私の目には人が亡くなった物件と並んで、例えば食中毒を出しているレストランとか暴力団の事務所とか風俗の店とか全部同様に嫌がられる、でもパッと見ではちょっと分かりにくいと、お墓とかは見れば分かりますけれども、
ですからそういうネガティブな、そしてマッピングするのに、こう馴染むようなそういう情報であれば必ずしも人が亡くなっているものには限らなくていいのかなと思います。あとは3次元ですよ、その高い低い地図というのは2次元で見ちゃうわけですけども、横から見たら例えばこう10階で死んでる人が多いとかそういうことが分かるかもしれないわけで、その横から見たらどうなるのかっていうのは興味があります。今後の展開といいますか展開もすごく楽しみにしております。ありがとうございます。今日お時間が来たみたいなので、はいはい、この辺でちょっと締めさせていただきます。はい、はい、皆さんお越しくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。はい。